次はだって海洋ガの冷凍ビーム連発するだけだから、それは何よりまつく私の氷の技が通じるものではなかったのですね。一人通じたやつがいたけどな。次に進みなさい。そこでポケモンリーグの本当の恐ろしさを確かめなさい。レポートする意味分かりました。さっきみたいにフリーズした場合ですね。そうすると復旧がめんどくさいんで、やっぱ一戦一戦終わったらレポートだけはしっかり書いていきましょう。で、回復もしっかりしてって、ライボルトも回復させましょうか。いいクイズグスなんで、どんどん使っちゃおう。ラグラージさんの出番がないですね。ラストかな。よし、では4人目ですね。四天王、はい。わしがポケモンリーグ四天王最後の一人、ドラゴン使いのゲンジ。ポケモンはもともと自由気ままな野生の生き物、時として人を困らせ、時として人を助ける。そんなポケモンと一緒に戦うのに何が必要か、お前分かっているのか。分かっていなければ、このわしに勝つことはできるまい。さあみんなで考えよう、何が必要なのか。愛と勇気、まあ信頼とかそういう答えがお望みなんでしょうか。まあ楽しくやりましょうよっていう気持ちでいつも私はポケモンやってますね。で、冷凍ビーム連打していくお仕事になると思うんで。おお、よかった。耐えられたらどうしようかなって考えてしまったよ。チルダリスか。なんか今若干重くなりましたね。え、チルダリス耐えるの。マジで、マジで言ってんの。4倍だぜ。4倍冷凍ビビ耐えんの。耐えちゃダメでしょそれ。買った。メガチルダリスはないか。フライゴン、メガチルダリスはあのあれの子だもんね。すなわち、うわ、フライゴン先生さすが早い。このビジュアルかっけえな。チルタリスは、コンテストの女の子で、フライゴンが秘密基地で、まあ、ゲンジさんは普通にメガボーマンダでしょ。フライゴン2匹いたんだ、こいつ。へぇー。まあ、いいや、レッドビームでも、うわ、早い、竜のいびき。なるほど、ノートンさんが今動いたのね。はいはいはい。だからちょっと重くなったのか。すげえな。ラストボーマンダ、向こうの方が早いってのがきついね。まあメガボーマンダで師匠、スカイスキンだから、スカイスキンで破壊光線したよね。向こうの方が早いのか。いや、どうせドラゴンクローシュあっても火炎放射、頭悪いぞあいつ。交換読みか。何の交換読みだ。いや、耐えそう。あ、危ねえ、怖っ。チルタイス耐えやがったかんな、あいつな。はい、オッケーです。見事と言うべきだな。さすがここまでやってきたポケモンというのは必要なものを分かっているようだな。そう、トレーナーに必要なのは正しい心。ポケモンはトレーナーの正しい心に触れて物事の善悪を判断し、正しい心に触れて強くなる。さあ、次に進め。チャンピオンが待っているぞ。いや、意外といいダメージを負ってしまった。先発なんだっけ。ダイゴさん鋼って言ってるけど、そんなに鋼いなかった気がするんで、一応ラグにしておきましょうか。ボスゴドラとかだよね。で、あと化石がいるんだよね。まあ、鋼プラス化石だっていうことですね。よし、チャンピオン戦ですね。チャンピオン戦の音楽がこれまたいいんですよね。長い階段。ようこそミスタロー君、いつ君がここまで来るのか楽しみにしていたよ。君はポケモンと旅をして何を見てきた。たくさんのトレーナーと出会って何を感じた。君の中に、芽生えた何か、その全てを僕にぶつけてほしい。さあ始めよう。無道だった。あ、強えんだけど。何、57って何が起きたらそうなるの。ドクドク、
あ、マジか。ツバメ返し。いや、でもいい感じにまだいけますね。あ、急所 OK、もう OK ですね。いや、すげえやっぱいい音楽だな。これリメイクされたらどんな感じになるかな。ワールドトーナメントかなんかでもすんげえいい音楽だったからね。鋼、A は鋼だから、マッドショットが4倍です、じゃあ。でも勝てんだな、ボスコトラさん。勝った。素早さが下がった。ソーラービームだ。まずい。それはまずい。ボスコトラさんもいろんな技を覚えますからね。ソーラービームか。炎も吐けるし、雷も打てるし、氷も吐けるんだよね。万能ですね。ユレイドルは水が弱点だけど、アクさん、行くぞ、お前。水って言った？氷が弱点。氷格闘ですね。鋼とか。レベル56って何ですか？飛びだけに当たる。確認になればいいや。OK です。ギガドレイン！いや、ならないかも。強え。あ、微妙だな。当てろよ。OK。こいつ突破できるかで相当違う。OK ですね。ミレイドルは自己再生とかあるからすっげえ強いんだよな。アーマルドさんは水が通るんで海洋画でハイドロポンプをかましたい。滝登りは日レベル差もあるからね、日和だと思うんでハイドロポンプから入ります。おっきい当てますね。 OK です。さあ次は粘土類もハイドロポンプ打つしかねえな。粘土類さん地面じゃないですか。ハイドロポンプ外れる。光の壁は良くない。光の壁はダメですね。でもいや滝の方にしよう。どれぐらいになる。あ、でも2発になるんだ。地震。うわ意外と入るな。登りラストか。ラストは総力戦だな。でもまだ回復の薬相手残っちゃってるんですよね。で光の壁も残ってしまっているんで、ちょっと体勢を立て直したいかな。今負傷している3体でどうにかしたい。とりあえず壁切れるまでどうにかするしかないから。回復の薬残ってるからな。しびれ粉も打ちづらいんで回復に努めたい。回復の薬がありますね。いや待って、まずはすごい傷薬で海洋画をまず優先的に回復させる。チャレは肉壁でもいいや。コメットパンチはもう一発耐えません。はい、じゃあチャーレムは壁にしよう。チャーレムを壁にして、で回復の薬でもったんなくはないか。ラグを回復させておく。よし、でここから行くか。ラグから行くか。マッドショットで素早さが落ちないっていうのは辛いですね。光の壁の効果切れました。 OK です。雨が降り続いてどっちが効くかな。まあ効果抜群のマッドショットの方が、いや早い。あ、強いんだけど。もう一発当てたいな。最後禁止耐えるだろう。耐えないんですか。でライボルトで10万ボルトで海洋画の10万ボルトハイドロポンプ圏内に行けば地震 OK。 これでハイドロポンプ当てれば勝てるんじゃないかな。グロスさん強すぎですわ。硬い爪になるんですよね。硬い爪が、なんだ、米パンとバレパン、カラバリ、アームハンマー、思念の頭突きとか。おっ、ボーン！ハイドロポンプ。おーし、オッケー。いや、なんとか突破できました。チャンピオンである僕が負けるとはね。さすがだ、ミタロ君。君は本当に素晴らしいポケモントレーナーだよ。でってででん。おめでとう。君のポケモンを思う気持ち、そしてその気持ちに応えるため全力尽くしたポケモン、それらが合わさって一つとなり、さらに大きな力を生み出した。だからこそこうして君が勝利をつかんだんだ。君こそ応援長の新しい。ででででで、この流れもよく聞いたな。みたろくん、チャンピオンに挑戦する前にアドバイス。
でもはるかちゃんこれ倒してきてるってことなんだろうね。それとも観客席があるのかな。あれあれれ、ビザル君ひょっとしてもう終わっちゃった。これ見ろはるか、ミサロ君なら心配いらんと 私が言った通りだろう。ミサロ君とうとうやり遂げたな。君が10日ジムのお父さんに勝ち抜いたと聞いた時にもしやとは思ったが、まさか本当にチャンピオンになってしまうとはな。おお、そうだ、君のポケモン図鑑はどうなった、私に見せてごらん。ふむふむ、見つけたポケモン141。あ、ここら辺は読まなくてや、決まった場所でしか見つからない。ポケモンしつこく探すしかないぞ。とにかくおめでとう。さあ胸を張って奥の部屋に行ってくるがいいよ。ミサロ君、いや新しいチャンピオン、僕についてきなよ。はるかちゃんしるっと来たね。申し訳ないけど、ここから先はチャンピオンになったトレーナーだけが入れる場所。君はそこで博士と一緒に待っていてくれないか。ガーンなんてね、いいのいいの、だってそういう決まりだもんね。ミサロ君本当におめでとう。ここは激しい戦いを勝ち抜いたポケモンを記録する場所、リーグチャンピオンの栄光を称えるための部屋。さあポケモンリーグを勝ち抜いた君の名前と共に戦った君のパートナーをこのマシンに記録しよう。ここまでのレポートを書き記しています。電源を切らないでくださいっつって、これレポートが終わったら消していいんですよね。ミサロラクラジレベル46、サーナイトエルレイド、サーナイトオスって書かれて、ライボルトさんメスでした。海洋は海洋が名前書いてないね。赤さんチャーレム、ケムシアゲハント、ケムシが結局つく、あでも最終的に海洋の方がレベル上がって上になったんですね。というわけで殿堂入りパーティーこんな感じでした。とリーグチャンピオンおめでとう、ありがとうございます。プレイ時間16時間ですね。はい、というわけでポケットモンスターサファイア、これで殿堂入りしました。ちゃんとね、なんだろう、エンディング見たことがない気がするんで、エンディングが垂れ流します。で垂れ流しで行くので、多分いいお時間になってるので、どっかで途中で区切ってやっぱ2パートにはなってるかと思います。カクレオン、キノココ、カラサリスか、ケムスゾ、ナックラ、そうなの、水太郎、サーナイト、ダイボルト、ジグザグマ、海洋ガ、ラグラシ、これあれか、俺が捕まえたポケモンか、もしかして。あ、そんなのあったんだ、知らなかったな。まあ無事に殿堂入りすることができました。リメイクに発売までに追われてよかったです。追われてじゃないですね、あともう1パート作る予定ですね。25パートまでかからないかもって言ったけど、まあ21で終わりそうですね。現在これが多分21か、区切ってるのでこれが21パート目にはなってるかなと思います。やっぱこれ捕まえたポケモンがランダムで出てきてるのかな。チャンチー、キャモンメと、それっぽいですね。マクロシャなんて捕まえたっけ。キルリア、カクレオン、2周目に入りました。で、現在21パートになって、次で、コンテストと、多分カラクリ屋敷の最後かなんかが解放されたのでそれやって、で最終、まあ秘密基地最終、お、はるかちゃんかわいい、抜かれてますね。秘密基地でお別れって感じ。まあ秘密基地も多分そんな変わんないんで、最後は秘密基地からっていう形で終わりにしたいなと思います。はい、こんな感じでしょうか。ここまでご視聴いただいている方が、まあ何人いるかわかんないんですけど、22パートって非常にでもないですね、割と長め、自分の中の実況だと一番長そうですね。でこれは多分かなり、なんだろう、何ヶ月ぐらい経ったのかな、割と前からやって、週1とかたまにはまあ10日ぐらい空いちゃったりとかするんですけど、結構長い期間でやってました。3ヶ月4ヶ月やったのかな。まあそんな感じでしょうか。喋ることがあんまりないです。リメイク楽しみにしてます。さあそんな感じでしょうか。またね、なんか1個こういう20パートぐらいでダラダラと週1更新ぐらいでなんかやろうかなとは考えていますので、よろしければご視聴いただけると幸いです。まあまた他にもね、ポケモン XY の対戦実況とか、それ以外にも最近だとパワープロとかモンハン、パワープロじゃないですね、パワーポケとかモンスターレースとか、そういう実況もやってたりするので、そちらの方も興味があれば見てください。っていうか多分そっちそういうのを見てくれる人が多分この動画を見てくれてるんじゃないかなと思います。ジ・エンドというわけで終わりました。はい、というわけでまた次回パート最終回でお別れじゃないですね、ちょっと音楽流れてんな。というわけで仕切り直して次回最終回にてお会いしましょう。さよなら。